ただきます。一応ね、クラファンで、なんかこういう、何ちゅうんかな、これ。バカポンズっていうのを買いました。これ何かって言ったら、ポン酢の味を、液体じゃなしに粉状態にしてっていう形ですね。ちょっとクラファンで見っけて、一回ちょっと試してみようかなと思って。で、一応ね、こういう感じで、ちょっと茹でたやつがあるんで、これでちょっとかけてやってみようと思います。わあ、すごい。粉がすっごい舞うんですよ。うわあ、すごい。いただきます。いただきます。まあまあこんな感じか。美味しいですよ。後で感想言いますわ。で、今度は焼いてみました。これで一回試してみたいと思います。で、新しい皿もこういう感じですね。ただこれめっちゃ舞うんですよ。いただきます。いただきます。美味しい。うわ、つけて。美味しいよ。美味しいです。で、一応、まあ食べた感想ですね。基本的には美味しいです。美味しいです。けど、やっぱりね、普通の食卓で、このバカポン酢と普通のポン酢が置いて、どっちかを使えとなると、やっぱしポン酢になってしまいますね。で、まずくはないんですよ、全然。美味しいんですよ、ほんまに。ただね、まず味が薄いんですよ、すごい。それは感じました。で、味が薄くて、かつね、結構ね、パウダー状態の粉状なんで、バーっていっぱいかけるんですよ。ほんなら、やっぱりね、パサパサ感が勝ってしまうんですね。だから、そこら辺、ちょっとどうにかしたら勝てんちゃうかなとは思うんですけど。で、ただ、登山とかキャンプになってくると、まあまあこれもありかなっていう感じはします。で、なんでかって言ったら、やっぱしポン酢って液状じゃないですか。で、持ち運びすると、やっぱしこぼれたりとかしたら、ちょっと難儀じゃないですか。そういった利点はありますね。ただやっぱし、ちょっと改善した方がいいんちゃうかなとは正直思います。美味しいですよ。で、登山になれば、キャンプはね、もうね、もしかしたらもうポン酢持っていった方が早いんちゃうみたいな感じになってくるかもわかんないですけど、登山に関してはやっぱし軽量なんで、こういったものの方がいいかもわかんないですね。で、僕的な意見なんですけど、だから結局、液状のポン酢って、もう比較対象がちょっと悪いんですね。ポン酢って言ったらめちゃくちゃ美味しいじゃないですか。それとどうしても比較ってなってくると、やっぱしなかなか難しいですよね。で、普通のポン酢、液状のポン酢のいいところって言ったら、やっぱし液状になってて、その具材まんべんなく、こう、
味が染み渡って美味しくなるっていう感じじゃないですか。で、この場合、まあ味が薄いっていうこともあるんですけど、パウダー状で、結局、偏るんですね、味が。かつ薄いんで、結構ね、そこら辺がちょっとめんどくさいなって思って。で、これは多分ね、僕、提案なんですけど、逆にね、粒状にした方がいいんちゃうかなって思ったんですよ。で、粒状にして、もうちょっと濃くして、まあなんか煮詰めるか、なんか、圧縮かけるかどうか知らないですけど、にして、ほんで、あんまり硬くなったらダメと思うんですけど、粒状でも。で、パッて、こう、噛んだ時に、簡単にほぐれて、その時に、なんか酸っぱさがじわっときたら、多分結構インパクトあるんちゃうかなとは思ったんですけどね。そんな感じです。味はね、どう言ってんですか、酸っぱさと、ちょっとね、甘みがあるんちゃうかなっていう感じですね。そんな感じです。ドローン空撮旅人の時でした。ドローン空撮旅人は、観光旅行の絶景のドローン空撮、キャンプや登山の癒しの風景やギア道具などの動画を上げていきますので、よければグッドおよびチャンネル登録、呼び鈴登録よろしくお願いいたします。